はい、えー。今日も漫画の紹介ですね。で前回の動画で SF 短編集を、藤子 F 不の SF 短編集を紹介したので、今回は移植短編集の方をちょっと、えー、紹介していこうと思います。でこの移植短編集は、まあ、前回もちょっと触れてるんですが、藤子 F 不さんの まあ短編集なんですけどもあの SF 短編集とはまたちょっと違ってこっちも SF 要素はまあかなりあるんですけど、えー、ちょっとまあ内容があのブラックユーモアだったり、えー、するので、えー、おそらくこの異色短編集っていうようにえまとめてあるのだと思うんですが、えー そうですね、まあ、ちょっとおすすめ1巻ずつあのさっきちょっとパート通し読みしてあの探したんですけどまあミノタウロスの皿第1巻のミノタウロスの皿はまあ表題作が全部もちろん面白いんですけど、えー、読んでいただきたいのはちょっと驚くかもしれないですねこれですよ 劇画お,ばきゅとおばけ、おばけの9太郎ですね。おばけの9太郎の劇画なんですけど、あの、この男の子ね、あの、おばけゅの主人公の男の子が大人になった時なんですけど、このおばけゅね、あの、大人になってからこうやって再会して、あの、ねえ、あの、大人になって、 一緒にこうお酒とか飲みつつねあの語らったりしていくんですけどまああのね今言った通りこの異色短編集ですからねこの藤子 F 不二雄さんがあのねまあお化けの救太郎海の親である藤子 F 不二雄さんが大人になってしまうとえお化けは の世界っていうのはどういう風になってしまうのかというのをちょっとリアルにね、書いてます。ちょっと、えー、あのね、あの、明るく、ユーモアに溢れてるような作品の、お化けの旧太郎の内容とは、ちょっと想像ら、それからは想像がつかないようなね、あの、 こうな、うつな内容になってますね。えー、ほんと、まあ、読んでるのをお楽しみですけどね、これは。気楽にやろうよ。あ、これ気楽にやろうよがおすすめでしたけどね。気楽にやろうよね。気楽にやろうよは、えー、っと、そうだな、内容を一から説明すると、 また難しいんですけどまあある時あのあれですねこの主人公のおっさんがあれがきっかけだったと思うんですって言ってあのちょっと周囲の状況がどう,どうやらおかしいんですよっていうことをこう医者に相談するんですよねそんで 早く飯にしろとかってこうやって大きい声で言ったりすると何を恥ずかしいこと言うのっていうような感じで奥さんが反応すると全然おかしなことでもないのにでこれのうんまあ面白いところはあの自分では普通だと思ってることを周りが普通だとは思ってないっていうような状況に陥ったっていうことなんですよね 僕らの常識では早く飯にしろって言っても周りがそれを常識とは思わなかったらどうなのかと言い換えるとうん、まあ、常識の中に異常者がいるっていうことと異常者の中に常識者が一人いるっていうような状況では何ら変わりがないなというようなことをこう。 言ってるような、これも面白い話になってますね。箱舟はいっぱい、これ箱舟はいっぱいでしたねあのおすすめは。箱舟はいっぱいはね、まあ、箱舟っていうのはちょっとピンとくる人いるかもしれないけど、ノアの箱舟のからちょっと文字ってね、の話なんですけど、まあ、あの、 なんていうのかなあの、嘘のような情報っていうか、うん、まあ何でもいいけども、UFO なり世界滅亡なりね、それをこう、信じるのも信じないのも自由だし、何が真実かわかんないんですけど、まあそれをね、あの、 真実っていうのはこう、隠されたりしていって、果たしてね、あの、信じた方が幸せなのか、信じないまま生きていって死死、死んでいった方が幸せなのか、っていうのはどうやらちょっと微妙なラインだなというようなのを感じました。これを読んで。パラレル同窓会。 パラエルド総会も面白いんですけど、まあこれは面白い面白くないを別にして、非常にあの、興味深い作品がこのある日という作品なんですよね。ある日というのは、まあ、かなりこう、 内容はこう言いづらい、話しづらい説明なんです。もちにすべて集約されてるんであれなんですけど。まあ、映画上映会をするっていうよね、あの、このおっさんたちが集まって、映画愛好家たちが映画の自分たちの自主制作映画を、えー、発表し合うという話なんですけど、えー、まあ非常にメタ的というか、ね、漫画の中でその、 映画上映会をするっていう。漫画の中で、漫画じゃないけどね。漫画の中で漫画の話をするっていうか、漫画の中で映画の話をするっていう、まあ非常にメタ的な話になってるんですけど、まあオチもメタなんだけどね。これはね、あの、なんでこれを挙げたかっていうと、非常に実験的だからですね。うん、実験的っていう、 結構この藤越不二雄さんの挑戦なんですよけどね。挑戦であり、こう実験だなと僕は思ったので、これぜひ読んでほしいなと思ったんですよ。だからこれ1、2、3、4、全部読んでほしいんですよね。全部集めて読んでほしいです。実験的っていうと、あの、こういう僕のね、アングラとかサブカラとか好きな人、 からすると結構あのそそる響きなんじゃないかなと思いますけどね実験的っていうと、うん、杉吉春さんとかがあの実験的なね漫画の,の代表っていうかいうのもあって、まあ、他にもねガロ漫画家ほんと実験的なことをする人かなりいましたけど面白いのか面白くないのかよく分かんない作品ありましたけどまあでもこの場合はあのこの作者 F 藤夫さんのある日という作品の場合は、えー、実験的でありながら結構面白い内容でしたということで1234全部紹介しましたけれどもえー、まあリクエストもあるのであの他にも今後また紹介していきたいと思いますということで今日は、F 藤子絵不二雄さんの一色短編集を1から4紹介しましたこれもねあのー、比較的手に入りやすいさ、えー、本にな漫画になってますので、えー、ビル版あたりで売ってると思います是非、えー、読んでみてくださいでは失礼します